歴史的な転生説のアレクサンドロス第4番は紀元前356年マケドニアペラ生まれ。マケドニア王フィリッポス2世とオリンピアス妃の息子アリストテレスから軍事戦術哲学の教育、弱くから軍事的才能の差し戦闘スキルで印象。紀元前3.36年、この暗殺で20歳で王に。すぐにピの使命ペルシャ帝国の政府を開始。紀元前3.34年、アレクサによりペルシャ原生開始。彼はグラニコス、イツソース、ガウガメラで勝利。紀元前3.31年、ペルシャ王ダレイオス3世を同志。支配範囲はバルカン半島からエジプト、インドは大陸まで拡大。アレクサンドロスの原生はインドで最古で、ヒューファイオスクワで保守への精神を守備んだ君。これがアレクサンドロス大王の政府の限界。アレクサンドロスの戦略は政府とギリシャと東洋の同合。彼は多くの都市を建設しギリシャ文化を広めた。アレクサンドロスの規律は困難。彼はバビロンで32歳で亡くなった。彼の志士は帝国を教訓たちに分裂させ、ヘレニズム時代の開始。アレクサンドロスの軍説は軍事的成功とトンガサティコのビジョンに。ピの遺産は遠くの文化で釣われ、軍事的天才とチーフの象徴。イヘピピディアがをチェケします。